はい、こんにちは。アキラの現場こそ、滞在 X の実況です。はい、というわけでですね、本日6月30日の定期メンテナンスが終了しまして、いつも通りですけど、未告知のキャラクターが2体追加されました。今回追加されたのは、まず、強欲の魔王マモン、そして、忍耐の天使ウリエルが追加されましたんで、アップデートの詳細とともにチェックしていこうと思います。では参りましょう。はい、では本日のメンテナンスの内容ですけれども、DMM 版サービス開始ということで、PC からも滞在 X を楽しめるようになって、で DMM 版は Google iOS 版でアカウント連携を行うことで同じゲームデータをプレイすることが可能です。データ連携の詳細に関してはね、こちら URL 貼ってるんでまたチェックしておいてください。注意事項としまして、データ連携を行わずに DM1 を開始してしまうと、該当の DMM アカウントでは新規のゲームデータが作成されてしまって連携ができなくなってしまうということなので、連携したい方ですね、最初始めるとき注意が必要ですのでお願いします。そしてストーリー&イベント開放ということで、ストーリーの10章が追加されました。そして対戦コンテンツで万馬頂上戦開放ということなんで、コロシアムの多分上位ステージですね、そちらがストーリー10の10をクリアすることで解放されます。そしてウリエル最速育成伝説ということで、まあ、先ほど追加されたウリエルですねの育成をすることで報酬をもらえるというものが7月7日水曜までなんで1週間あります。そして星のきらめき、こちらはイベントダンジョンですね、こちらは7月14日までなんで2週間あります。先ほど言いましたコロシアムの上位ステージである万馬頂上戦、あちらもイベントがありますね。どんどんチャレンジして報酬をもらおうということで、こちらは闘技戦とか4馬黄金戦の回数はカウントされないということなんで、まあ、どんどんチャレンジしていきましょう。参加するだけで、ね、いろいろもらえますからね。そしてガチャについてですね、後ほど見ていきましょう。さらにログインボーナスがね、追加されています。さらにリリース30日 &DMM ゲームズリリース記念としまして、ログイン日数によって貴重なアイテムプレゼントというのも追加されています。その他販売物の更新やらパックの更新があります。調整修正項目ありますね。早打ちのレーマ、ケイのスキル、アドレナリン4の強化効果の表記を修正があります。さらにティーラのパッシブスキル、夢見るままに用いたりの回心率上昇効果を正常の値に修正。そしてレビアダのスキル、下流線の効果が、タイダの魔王ベルフェゴールのシールドに対して効果がない不具合を修正。あれね、シールドに対してダメージが上がるという部分が、あれが上がってなかったですね。なので、それが修正入ります。さらにメンテナンス協力のお礼としまして、石が200個と忍耐の印が5つもらえます。というわけで、追加されたガチャをまずさらっと見ていこうと思います。まず、先ほど出ました強欲の魔王マモンのガチャが来ています。そして、根拠はマモンとアンバーの根拠が入っています。そして、先ほどのウリエルなんですけども、こちらはルシファーとウリエルのガチャになっています。そしてウリエルとルシファーの根拠のガチャも入っています。その他ティーラのガチャは引き続きですし、魔性召喚も変更はなしです。それではマモンの詳細見ていきましょう。技属性の魔王ですね。なのでベルゼバブ、ベルフェゴールについて3体目の技タイプの魔王になります。初期能力を見ていきます。でまず通常技、危ない薬、 150% 攻撃力でダメージ、致命の飛躍と重傷を付与する。対象が持続回復系状態にある場合、持続回復状態を解除し、ランダムの敵一人に致命の飛躍を付与する。行動前、防御力の一番高い味方一人に混合を付与する。致命の飛躍は 50% 攻撃力で持続ダメージ、最大累積3回、持続2ターン、なのでまあ毒攻撃ですね。でさらに重傷は受ける回復量マイナス 50%、 毒を与えた上に回復までも妨げるというえぐいですねこれね。で混合は防御力プラス 15%、 自作1ターンとなっております。そして強力技が魔女の麻薬学、対象は敵3体で 180% 攻撃力でダメージ、味方全体の弾丸を解除し、攻撃力の一番高い味方2人に鉄腕を付与する。行動後、技属性の味方の行動ゲージプラス 15%、 即属性の一番攻撃力が高い敵のスキル CT プラス1ということで、これ技タイプのパーティー作ると面白いですよね。なかなかこう滞在 X で染めパーティーってすることないんだけども、それでもこの技タイプで染めることによってマモンの強力技が出るたびにこちら行動ゲージがプラス 15% になってきますので、かなり面白いことができますよね。さらに相手の速度属性で一番攻撃力の高いやつの動きを封じるってのも面白いです。そして超必殺技が夢見る黄金律のくさび、対象が敵3体、準備に4ターン、クールタイムは5ターンです。 240% の攻撃力でダメージ、自身以外の味方スキル CT マイナス1、スピードの一番高い敵2人に対して金の重みを付与する。鬼に鎌の棒を2ターン補填するということで、鬼に鎌の棒はですね、後ほどパッシブスキルで見ていきます。金の重みはスピードマイナス 35% で持続1ターンということなんで、敵3体に対してダメージを与えた上で自分以外の味方のスキル CT を全員マイナス1してくれるということなんで、全体がやっぱパワーアップしますよね。そういった意味でもやっぱりパーティー全体を強くする性能を持っているという感じですね。でさらに相手のスピードの一番高い敵2人と言ってますんで、先ほどの強力技同様速度タイプはやっぱ殺しに来てますね。そしてパッシブスキルが楽園に導く母なる強欲、まず錬金秘術、自身が混乱に3ターン免疫、ターン開始時
自身が解除可能の持続ダメージ系状態にある場合、状態を解除し自身に再生を付与する。回復量は自身の最大体力の 15%、 持続2ターンってことなんで、自分自身が毒状態とかになっている場合はそれを解除した上でさらに再生まで入れてくれるという状態です。で、鬼も金棒って書いてますけど、これ先ほどの鬼に金棒のことだと思います。行動後ランダムの敵1人に 50% 攻撃力の追加ダメージを与え、致命の飛躍状態を付与するってことなんで、これ先ほど致命の飛躍って先ほどありましたね。通常技で付与することのできる 50% 攻撃用の持続ダメージなので毒ダメージですね。それを通常技だけでなくパッシブスキルでも自動的に相手に行動後に付与してくれるというものになっています。で、この鬼に金棒という状態を先ほどの必殺技ですね、することによってターンを持続させるという形になってますね。これ技タイプ染めパを作っていくと考えた時かなり面白いですよね。そういった意味では少し危なげはあるんだけども、なんていうかな、全体の火力上げみたいな形で使っていくと面白いかもしれないですね。特に技タイプの魔王であるベルフェゴールとかベルゼバブ、あの辺と組み合わせと面白いことができそうなキャラクターです。はい、続いてですね、ウリエル見ていきましょう。速度タイプの天使になります。初期能力を見ていきます。通常技がまず 210% の攻撃力でダメージ、行動前自身に加速と豪気を付与する。混沌の豪華状態にある場合、対象に混乱を付与し自身の最大体力の 15% を回復するということなんで、この混乱の豪華状態っていうのは後ほど説明しますね。まず加速ですね、スピードプラス 3% の最大累積5回というものです。そして豪気が自身が受けるダメージを 25% 減少するというものなんで、通常技を打った時点で加速してくれるし、さらに防御力も上げてくれているというので、これ重ねれば重ねるほどスピード上がってきますから、ターン経過とともにウリエルは速度が上がっていくというタイプになりますね。そして強力技が、対象が敵3体、180% 攻撃力でダメージ、対象に小さな火花を付与する。混沌の豪華状態にある場合さらに1回付与する。行動後味方全体の持続ダメージ状態を解除する。括弧解除不可のものを除く。小さな火花はターン開始時攻撃力の 35% のダメージを受ける。最大累積10回、持続3ターンということで、こちらも毒攻撃ですね、ある意味ね。さらに行動後味方全体の持続ダメージ状態を解除してくれますので、先ほどのマモンからの攻撃で食らったようなものを解除できるというものになってます。ただしウリエル速度タイプなんで、先ほどのマモンと相対してしまうとマモンの方が有利な点は多いかなと思います。そして必殺技が不滅なる裁きの天下、範囲は敵2体、準備4ターン、クールタイム5ターン、 275% の攻撃力でダメージ、対象に裁きの天下を付与する。行動後味方全体の持続ダメージを解除する。解除不可のものを除く。裁きの天下はターン開始時攻撃力の 175% のダメージを受ける。属性と防御無視が持続1ターンってことなんで、自動ダメージの数字じゃないよね、攻撃力の 175% ってね。で、先ほど強力技と同様に味方全体の持続ダメージを解除してくれます。で、パッシブスキルがまず苦痛耐性、ターン開始時自身の持続ダメージ状態を解除する。自身の前3ターンのみ。まず自分自身についてる持続ダメージに関してはもうターン開始と同時に解除してくれるということなんで、まあほぼ無効ということですね。そして防御鼓舞、味方全体の防御力常時プラス 4%。 で、混沌の豪華、これですね、ターン開始時 35% 固定確率で自身に混沌の豪華を付与するというもので、まあ、3分の1の確率でこの混沌の豪華状態になると。混沌の豪華状態になりますと、通常技で対象に混乱が付与がつきまして、強力技においては小さな火花をさらに1回付与することができるということなんで、なので3分の1の確率で自分自身の通常技と強力技に追加効果がついてくるというものですね。で、まだありますね、両弦の炎、ダメージを与えた対象に対して小さな火花を付与する。最大累積10回ということなんで、なので小さな火花は先ほど強力技の時に出てきましたけども、そうじゃなくても男性相手にダメージさえ与えれば小さな火花を付与してしまうんで、これ持続ダメージでも乗るんだったら結構えぐいよね。累積10回ですからね。ということなんで、ウリエルもマモンもどちらも敵に対して持続系のダメージを与えつつ自分自身の味方をパワーアップさせるというものになってまして、片や魔王の技タイプ、片や天使の速度タイプとなっています。で、この2体だけの比較で考えてしまうと、一旦は僕の中ではマモンの方が有利なんかなって気はしますけれども、ただもちろんこれですね、パーティーの組み方とか自身の多分揃っているキャラクターによって皆さん変わってくると思うんですけども、僕の中では強いのはマモンかなと思います。好みはね、ウリエルなんだけどね、天使持ってないからっていうのもあるし、速度タイプで今強いのがいないからっていうのもあるんだけども、ちょっと気になるのはウリエルかなと思いますけども、まあ、この辺ですね、皆さんですね、それぞれご自身で今見た情報とか考えてね、企画してもらえばなと思います。とりあえず今日僕は1回無料だけね、引いておきましょうか。ね。どっちをね、ガチで回すかっていうのね、また改めてさせてやろうと思いますけども。とりあえずは単発1回を。さあ来い。ないねー。はい。マジかマジか、私の忍耐が必要な時なのですね。超えてた。確定演出なかったのに。
急にこんといて、はい、ありがとうございます。言ってたら、ウリエルさん来てくれました。単発で一気に来たな、おい。マジか。じゃあ、マモンの1、20回も弾いておきますね。お願いします。もうね、こう、不意をつかれるとね、ね、リアクションに困るよね。確定演出さっきなかったからね。はい。はい、ないよね。ね、まさかね、それは被らんよね。はい。というわけですね、まさかのうっかりウリエルさんをゲットしてしまいましたんで、またですね、育成とかを使っていこうと思います。で、まあ、速度タイプなんで、今まで僕速度タイプってエースってアンバーしかいなかったんですよ。そういった意味では、ここに切り替えていくのも一つですし、僕の中ではこの混乱の付与っていう点は結構大きいかなと思うんですよね。例えばだから、コロシアムとかでもそうですけども、混乱付与されると結構きついじゃないですか。通常ダンジョンでもそうですけども。っていうところは結構強いかなと思います。あ、で、だからこそアモンの方にはね、混乱免疫やりましたね。3ターンの混乱免疫っていうのもね、多分そういう意味では結構相対する関係として同時に追加されたんかなって気がしますけども、一旦僕はね、とりあえずウリエルゲットしてしまいましたんで、これをね、また触っていこうかなと思います。で、マモンの方がですね、正直性能としては好みなんで、ね、あっちはあっちでね、またね、ガチャ回す機会ね、あればですね、また動画にしていこうと思いますね。今日の解説ですね、何かしら面白かったらよかったら参考になったと思ってきましたら、高評価よろしくお願いします。なのでね、多分ね、明日はですね、改めてマモンとリエルの比較っていうのを、まあ、一つ詳細なところで、ね、動画をしていこうかなと思いますね。よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。